いやー、こいつらコルホーズに送ってもいいかな。ソフホーズで一生ただ働きさせるのがふさわしいだろ。というわけで、今回は相手を傷つけずに制圧してみようという試みだ。現実的な誤信という観点で考えると、相手が暴力を振るってきたからといって、下手に打撃で返して相手を傷つけてしまうと、こちらの方が悪いということにされかねない。日本の法律ってのはおかしいところが多いよな。そんなわけだから、相手がいろいろと打撃を打ってきても、それらをキャッチして投げる、というか転ばせる方法を紹介してみたい。だったらグレイシー柔術の方が向いてるんじゃないか。いやー、あくまで武術的、護身的観点で言えば、こちらは立っている状態を保ちたいからね。ちなみに受け身を習ったことがない人を下手に投げると、地面に後頭部を打つ可能性があるので留意しておくべきだろうね。酔っ払いとか後頭部を打つと死ぬ可能性が高いから気をつけろ。そんでだ、今回どんな技を使うかなんだけど。500年前に書かれた剣術テキストの剣経、から抜粋。こちらの金那星を使っていくよ。500年前って、一子相伝で伝承された技じゃないだろうな。いやー、あれとは違って本になって出版されて広く伝わっているからね。で、金那というのは捉えてひねるという意味だ。とりあえず、この金那星の結文を読んでみよう。金那星は足を封ずる技なり、左右一つに圧すること紙幣のごとし、玉来の剣も我が統括に合えば、いかなる解体も通流することを得ず。とのことだ。つまりどういうことだってばよ。金那星は足を封ずる技、つまり体蹴り技用の技だと言ってるわけだ。左右一つに圧するというのは、左右の手を一つに合わせて、しっかりと相手の蹴り足を挟み込むことと解釈できる。紙幣というのは、しっかりと腰を落としてバランスを取った体勢のことだ。玉来の剣もと言ってることから、相手が剣で殴ってきた時もこの金那星で捉えることができるということだと思う。いかなる解体も通用することを得ず、つまりどんなに速い蹴り技も通じないということだろう。最後の一文はちょっと古代的だな。で、思うにこの金那星は、現在の中国における新興格闘競技の三打と多少関係があるかもしれない。お前、三打は武術とは無関係だと言ってたよな。いやそうなんだけど、もしかしたら多少の関わりはあったかもしれないね。で、前にも話したと思うけど、この三打というのはタイムエタイを想定して作られた格闘競技なわけだ。そういやあったな。その時のリンクを右上に貼っておくぞ。だからまあ、そのコンセプトはムエタイの蹴り足をキャッチして投げまくろうというものだ。で、三打で蹴り足を捉えに行く時の形を十字切方体と呼ぶらしいんだけど、この十字切方体の形、金那星と似てないだろうか。完全に一致。そんで、これが十字切方体で蹴りを受ける時の受け方だ。金那星の結文にあったように、まさに左右の手を一つに圧するように受けているだろう。これも完全に一致だな。実際にやってみよう。まずは金那星についてだ。これはもちろん一つの固定化された形というわけではなく、ハンドルを回すように左右の手を入れ替えたり、左右の手の幅を広げたりして変化していくということになる。まずは対右ミドルキックに対してやってみよう。足を取りに行くとき、相手の蹴りが上段に変化することも考えられるから、このとき自分の右手、もしくは左手は、相手の蹴りの上段変化への軌道を潰していることが重要だ。で、蹴り足をキャッチしたら相手の軸足を借りに行く。このとき、相手の足を自分の体にしっかりと密着させると、相手の蹴り足をひねる圧を増すことができる。要するにひねりながら借りに行くというわけだな。反対側、対左ミドルに対しても同じようにできる。で、ここで気をつけなきゃいけないのは相手のミドルを受けるとき、直立したまま受けると腕を痛めてしまうということだ。そこで重要なのが、受ける瞬間に体をくの字に折るようにして、相手の打撃の威力を吸収するようにすることだ。こうすることでサムゴーバリに強力なミドルキックだったとしても、受けた時に腕を痛めなくて済む。なるほど。次は右ハイキックに対してやってみよう。
これも気をつけなきゃいけないのは、右手、もしくは左手で、相手のハイキックの軌道をちゃんと潰しておかないといけないというところだ。単に抱えるような受け方だと、ハイキックがそのまま顔面に入っちゃうからね。自分からガードを下げているような状態だからな。左ハイに対してもやってみよう。とりあえず足の挟み方はこんな感じ。この時右手、もしくは左手で相手のハイの軌道は潰しておく。そんでキャッチと同時にひねると。これも蹴りの威力を吸収する必要があるな。さて、次はローキックをキャッチしてみよう。ローキックみたいな低い蹴りでもキャッチできるのか。できる、できるのだ。かつてサンダのハンレイ選手は、ムエタイ最強と言われたサムゴー選手の左ローをキャッチして見事に転ばせていたからね。そんでだ。ローのキャッチをやる前に、今度はこの、キャッチ流という技について説明したい。これも500年前の技か。そういうことになるね。この弱地流は現在では多くの表演武術で、牧歩戦勝という名前で行われている。ただ、このやり方はやはり表演武術的で、あまり実用性はないね。使えないと。原点の弱地流の絵を見てもわかる通り、この技の肝は、前に伸ばした足のつま先が真上を向いていることにある。しかし、やってみるとわかるが、この姿勢は片足フルスクワットができるくらいのなかなかの脚力が必要になるんだ。それに対して、この牧歩というのは今のに比べたらかなり楽な立ち方だからね。簡易化、されてるわけか。それじゃあまずは右ローをキャッチしてみよう。お分かりいただけただろうか、この技をやるには相手の股の中心へ踏み込む必要がある。そのためにつま先を真上に向ける必要があったわけだ。なるほど。つま先が横を向いてたら引っかかっちまうもんな。さらに、弱地流の時に前手が腿の内側を沿うように出てたことにお気づきだろうか。これがあるから踏み込むと同時に相手の足の内側をキャッチできるわけだ。なるほど。この動きがないとタイミングがずれたり、相手の足に手が引っかかったりするもんな。そんで、キャッチできたら先ほどのミドルキックの時と同様、両手で足を抱え込むようにして、この時に肩で相手の腿を圧迫する。こうすればテコの原理が効いて、楽に相手をすっ転ばせるって寸法よ。いわば武術版の片足タックルだな。実際、別に相手が蹴らなくても片足タックルとして使っていけたりもする。で、入ったらすぐ両手をクラッチして肩で相手の腰あたりを押せば、これまた容易に転ばせることができるって寸法よ。ここで注意点。弱地流で入るときに下を向いてはいけない。下を向くと相手に後頭部を押さえられたり、サッカーボールキックを食らったりする。いわゆるクワガタタックルというやつだな。で、左ローに対してもやってみよう。左ローの場合はこちらも左足を相手の足の中心に踏み込む。さて、これで回し蹴りに対しては全部やったわけだな。タックルもやったな。じゃけん、次は前蹴りやりましょうねー。右前蹴りに対しては、右ミドルと同じやり方で OK。左前蹴りに対しては、相手の裏に入ることになるけど結局同じ要領で OK。もちろん相手の表側に入ることもできる。横蹴りは前蹴りの延長みたいなもんだから、これで実質どんな蹴りが来ようがキャッチできるようになったってわけよ。あとはパンチに対してだな。パンチの場合、ジャブ、ワンツー、フック、アッパーの4つに対処できれば、実質的に全てのパンチに対処できることになる。まずは対ジャブをやってみよう。こういう風に拳をキャッチして肘を押さえてハンドルみたいにひねれば立ち関節を決めることができる。確かお前、前にさ、立ち関節は視点が固定できないから決まらないって言ってたよな。基本的にその通りなんだけど、相手が視点を移動させる前の一瞬で決めれば、決まる場合もある。ただその場合、決まったということは相手の関節に深刻なダメージを与えたということになるけどね。ああ、勢いをつけてやることになるからか。反対側の手でジャブを打ってきた時も同じように決められる。相手が右前か左前かで、どちらの手を上にするか変えていくわけだな。もちろん関節が決まらなかった時は変化をするわけで、その一例として、相手を挟み込んで投げに行くという方法がある。中国武術ではよくある捕まないタイプの投げだな。で次は、ワンツーに対してなんだけど、やべえ、取り忘れてた、わら。おいおい。つうわけで次はタイフックをやってみよう。フックの場合、
相手の中心が空いているので、そこに腕を差し込んでインサイドから受けてしまう。そこから柔道の巻き込み投げの要領で、相手を転ばせてしまう。これって動き自体は蹴りをキャッチした時と一緒だよな。そうだね。全く同じ動きでパンチにも対処できるわけだ。反対側の手で殴ってきた時も同じようにいける。で、最後にアッパーに対してなんだけど、実はアッパーに対しては、どうキャッチしていいのか思いつかなかった。あらら。そこでだ、まあ要するに防げればいいので、金な性からこの年中性、へと変化して対処してみたいと思う。また妙なポーズが出てきたな。この年中性は、前に出した腕の肘あたりに後ろ側の腕を粘りつかせるようにするところに特徴がある。なんでも空手には、おおろこの構え、なるものがあって、この年中性とよく似てるなぁという気がする。両者にはなんか関係があるのかな。どうなんだろうね。金な性から年中性への変化はこんな感じだ。スムーズに繋がってるな。こんな感じで年中性になりつつ、前手で相手をストッピングしながら後ろ手でアッパーを抑える。これで値にアッパーは通用しねえってことよ。やったぜ。さて、これでどんな打撃が来ようとキャッチできるようになったわけだが、もちろん肩をやってるだけじゃ身につくわけがない。だろうな。そこでだ、攻撃側と防御側に分かれて行う組手を、私は、中間組手、と呼んでいる。今やった技をこの中間組手で試していってみよう。オスお願いしまーす。しかしまあ、相手が何をやってくるか分かってる肩練習とは違って、こういう組手練習では相手が何をやってくるか分からないから、綺麗に技を決めるのはなかなか難しい。かなり崩してかけることになるよな。だからまあ技というのは文字と同じで、楷書、行書、草書みたいに崩していかないと、現実的に使うのは難しいということだね。支配の思想なんてのもあるよな。というわけで今回はこんなもんで、チョックライン無撲滅キャンペーンに参加してくるぜ。余計人気が出て逆効果な気がす。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。